これがさっき言ってたリフナビですね。うん、聞きたいことがあったら聞けば答えてくれるかも。こんなところかな。どうだった？ありがとうございます、星崎さん。これからもわからないことがあったらいろいろ聞いてもいいですか？まだ私何にも思い出せなくて。もちろん私にできることだったら何でもするよ。ただできれば心に聞いてあげてほしいかな。うつぼさんに。私たちの中で一番志保さんのことを知っていて手を引っ張ってあげられるのは心だと思うから。そうなんですね。何かしなくちゃって思うんです。でも私は一体何をすればいいんでしょう。記憶をなくしてこの世界に来てしまって何をしたら正解なのかわからない。生き方すらどこかに置いてきちゃったみたいです。そっか。私もさ、この世界に来た時はそんな感じだったんだ。志保さんと違って記憶はあったけど、それでもすごく心細くて不安だった。どうやって乗り越えたんですか？正直今も不安だよ。でもね、あの3人とならやっていけると思ったんだ。一緒に探そう、私たちのやるべきこと。私はさ、他のみんなほど頼りにならないかもしれないけど、力になるから。そんなことないですよ。一人じゃないんだって。
思えました。そっか、それならよかった。じゃあさ、早速探してみようよ、志保さんのできること。さっきいろいろ回ってみてさ、何か気になったものなかった？そうですね、料理。お、キッチンを見て思ったんです。料理なら私にもできるかもしれません。おお、それはめっちゃ助かるかもしれない。本当ですか？今までは探索に参加しない勇気がお食事当番で、たまに他の人も手伝うって感じだったんだけど、志保さんが手伝ってくれるならみんな喜ぶよ。力になれるよう頑張りますね。あ、そうだ、ちょっとお願いがあるんですけど、いいですか？うん、何でも聞いてよ。私、ウツボさんに何か作ってあげたくて、材料と道具をお借りしたいんですが。ああ、なるほど、もちろんいいよ。でも何を作ればいいか迷っていて、ウツボさんの好物とかありませんか？そうだな、心は何でも美味しいっていうタイプだからな。きっと心は志保さんが送りたいと思ったものなら喜んでくれると思うよ。私が送りたいと思うもの、私も協力するからさ、一緒に考えてみよう。はい、よろしくお願いします。そうだ、何に着替えよっかな。何を作ろうかな。
映える配置はっと。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。作れそうなものは何を作ろう。材料は足りてるかな。任せといて。任せといて。はいよ、頑張りますね。どれにします。君にき、どれにしましょう。始めましょう。できた。はい。どれにしようかな。材料は足りてるかな。任せといて。頑張るよ。任せ。わかりました。どれにしようかな。どれにしようかな。君に決め。どれを使う。君にどれを使う。一丁やりますか。コーヒーか、ちょっと意外だったな。私も最初は料理を作ろうと思ってたんですけど、なぜかふと頭の中に浮かんできて。頭の中にか。うん、じゃあ早速心に飲んでみてもらおうよ。しほちゃんも、どうしたの二人とも。あの、ごめんなさい。私、あなたのことを覚えていなくて。こっちこそごめんなさい。気持ちが整理できてなくて。大好きだったしほちゃんが私のことを覚えてないと思ったら、なんだかとっても胸が苦しくなったのです。私もこの前までしほちゃんのことを覚えてない。